亀岡神社は、長崎県平戸市に鎮座する神社。平戸城、本丸跡に鎮座する、休憩者。源の大部方眼久し命をはじめ、源当時持ち命、松浦日衆上名、佐右門の城勝命の平戸松浦氏歴代,代当主の、例と七郎氏広命、四直大民神明、上島大明神天照須大人、右派筒のおの人、中筒のおの人、 底土の王の神、雨の小屋根の命、若うかの売り神、本田分けの天皇、天を柱神国を柱神、浮かの御霊の命、渡ると派の売り神を祀る。源の大仏方眼久しい命以下四柱はした、祝する旧霊鎮山神社の七郎氏幸命以下三柱は旧七郎神社の天マテ皇大見和以下六柱は旧大須宮神社の。 本田明けの天皇以下、与柱は、旧八幡神社の祭神である。寛永八年、平戸藩藩主松浦宗がソレイ四柱を、平戸城内の霊鎮山に祀ったのに、始まり、歴代藩主の崇敬を受け、社殿の修造等一切は藩比を持ってなされる、霊であった。七郎神社は、車両二十国を有していた。明治になって、霊、椿山、七郎、おつぐう、 八万の四神社を合詞することとなり、明治十一年に、原社地に社殿を営み、翌々十三年に、各祭神を先座、原社名に改称して県社に列し、平戸の産ながみとされた。十月二十四日から二十七日の四日間、行われる秋の大祭は、平戸君んと称された祭な行事が行われる。昭和四十一年に、明治百年を記念して建立された。 中山愛子の娘で、中山忠康室、明治天皇がいそぼの像がある。ありがとうございます。